南しびれたケは幻覚作用を持った化合物として知られるシロシビン、シロシンを含んだ菌類の一種である。個実体としてキノコを形成することから幻覚キノコと説明されることもある。栽培は容易であり、マジックマッシュルームとしてよく販売されていた種の一つでもある。菌類の姫のガステルカに属し、以前はストローフェリアキューバンススとされていた。英語圏での俗名は、 ゴールデントップス、キューブス、ゴールドキャップスなど、南米ではスペイン語で休暇迷路。本種は1906年にキューバのフランクリン・サムナー・アールによって最初に記述された。1907年にトンキンのナルシス・テオフィル・パトゥイラールによってニーマッテローマ・カーオレシェンズとして同定され、一方で1941年にフロリダ州のウィリアム・マリルがストローフェリア・サイネソンズとした。 これらの命名は、後にシラサイブキューバンススのの別名として割り当てられた。シラサイブは、ギリシャ語のプセラスと、クベイに由来し、ハゲ頭ということである。キューバンススは、R によって発見されたキューバを指す。ダークホーフマイスターらの研究チームは、2017年に、本種と白シベキアネセンスの全ゲノム配列を明らかにし、さらには、キノコの遺伝子を大腸菌にスプライシングし、 医薬品としての注目が集まる中で、工業規模の白紙瓶の生産を可能とする体制が整っている。キューバで発見された。日本では沖縄に自生している。禁煙種に同じく糞を好む南洋しびれたけシラサイブカピチャレイタは沖縄県石垣島の糞に生育し2011年に新種登録されている。南しびれたは シロシビン含有のキノコとしておそらく最も広く使われた。主な構成申請の化合物は以下である。日本ではシロシン、シロシビンを含有するキノコ類の鯉の所持、使用は規制されている。各国では規制は様々である。含有されるシロシンとシロシビンの濃度は高速液体クロマトグラフィーによる測定でキノコ全体の0.140.42% 乾燥重量では0.371.30%、傘では0.170.78%、茎では0.090.30%であった。個人差はあるが、サイケデリック作用を生じるためには、最低 1g の乾燥南しびれた毛のキノコが、経口摂取されれば、適度な作用が現れる。軽い効果であれば、0.251g である。1 2 5では、 中等度の効果が生じる。2 5ム以上では強い効果が生じる。幻覚性があると報告されていた大戦の陸地オネマ、ワオラニ陸とようなマフアオラニから本種と共通する幻覚性物質の存在が示唆されている。南シビレタケの栽培。テレンス・マッケナと弟のデニス・マッケナは1970年代にアマゾン熱帯雨林から帰還し、白シビン。 マジックマッシュルーム栽培ガイド白シビン、マジックマッシュルームグロワー、S ガイドを出版し、マジックマッシュルーム栽培の新しい手法をもたらし、また白シビンが有勇キノコの中で南シビレタケの栽培が最も簡単だと断言していた。ありがとうございます。